皆さんこんにちは。ここにご紹介するのは QR コードと同じ形で、スマホから中の情報が見えるようなツールがあります。プライベート TV と言います。今までの QR コードですと、先に URL を取るか YouTube を作らないと、アドレスがないと QR コードが作れなかったんですが、このプライベート TV の QR コードは、まず QR コードを作ってからそこに情報を入れるということができることが今までと違います。それともう一つ大きな違いは、1対1、例えば QR コードから Facebook に飛んでいく、 Facebook から YouTube に飛んでいく、ホームページに飛んでいくというのが今までの QR コードの1対1の仕組みですが、これは実はこの QR コードに10個のまた QR コードがついて、そこに20個ずつのコンテンツが入るようにできています。このようなものが私たちは印刷物から、それから ICT クラウドに導くための新しいツールとして皆さんにお知らせをしています。どんなことに使われるかって言いますと、例えばこだわりの生産者の人が、トマトだとかイチゴだとか野菜を作った時に、そこにシールを貼ることによって YouTube で撮った、どんな種で、どんな土で、どんな人たちがどのように作ってるかっていうのが QR コードプライベート TV から出てくるわけです。当然 Facebook もついたり、ブログも、Twitter もついたり、します。通販サイトもつけることができます。そのような QR コードからその後ろにこのようなプライベートテレビをつけることによって、今までのビジネスが大きく変わってくるような気がしております。例えばこのようにイラストを入れたり写真を入れたり、そこから動画が出てくる、まあそのようなこともできるような時代が来ました。トラスタビリティシールと私たちは呼んでます。それを実はパッケージにつけてもいいわけですね。封筒につけても看板につけてもいろんなものにつけられます。例えばこれは年賀状ですが、年賀状からメッセージが出てきますが、それでそのメッセージも年賀状の時だけじゃなくて、また四季折々の途中でもこのようなところから情報を出すことができます。このような QR コードの形をしておりますが、その後ろが動いているのはレトロ QR コードと言います。私たちは一般にプライベートテレビを印刷物から出そうと言っておりますが、これを開発したのが名古屋のピコナレジさんという会社です。これは特許を取っている商品でございます。ぜひ皆様の印刷物、それから看板、Facebook、まあいろんなところで QR コードは使われていると思いますが、そこにぜひこの複数入る、それから1回つけてもまた中身がいつでも変えられる、このプライベート TV、ぜひご興味のある方はご連絡いただければ幸いです。